皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストという部分の1のですね、8番の解説となっております。一緒にね、この動画の中で問題を解いていくことができますから、この後すぐ問題を表示するので、解いてない方はね、そこで解いて問題解説に移るようにしてください。まずはいつも通り選択肢を見て、どういう種類の問題か予測できるか見ていきます。そうすると選択肢には All, Each, Several, Some という、まあ数とかね、量を表す言葉が来ているというふうにわかります。ここからですね、まあ前後の文脈であったり、もしくは形、まあ文法的な面からですね、どれか正しいものを選ぶ問題だというふうにわかるはずです。そして後ろを見てみると、 Of the employeesという、of プラス、まあ、特定の名詞という形が来ています。で、この形、つまりですね、数量を表す言葉の後に、of が来て、その後に特定された名詞。つまり、まあ、特定された名詞というと分かりにくいかもしれませんが、特定されたというのは、例えば、the、定冠詞の the がついていたりとか、もしくは、所有格、my とかですね。そういったものがついてる名詞を特定された名詞であるというふうに考えてください。で、最初はですね、この数量を表す言葉 of 特定された名詞という、こういう形を取れるものをこの選択肢の中から選んでいくのかなと思うと思うんですけれども、実は今回 all も each も several も、some もですね、すべてこの形を取ることができてしまうので、文法的にまず、この段階で選ぶことはできません。ですから他の要素を見ていくことになるんですが、さらに後ろに目を向けていきましょう。そうすると今回動詞の形がですね、has になっているんです。で、これが大きなヒントとなります。なぜなら has になっているということは、この主語の部分がですね、単数として扱われるものじゃないといけないとわかるからです。で、今回この of the employees、その従業員のうちのという部分は、前の部分にかかっていきますから、今回空欄の部分のものが、単数扱いするものを選べば OK なんです。そうするとですね、all というのは、まあ、すべてという意味ですから、後ろに数えられる名詞が来た場合は当然、複数扱いになります。で、several というのは、まあ、いくつかのという意味で、後ろに加算名詞しか持ってこないんですが、これもいくつかあるわけですから、複数扱いにします。そして some というのも、まあ、いくつかのとか、いくらかのという意味で、まあ、数えられる名詞も数えられない名詞も取ることができるんですが、まあ、今回ね、加算名詞、数えられる名詞が来ているということで、これも当然、複数扱いということになります。ですから、この3つというのは、今回は、複数扱いになるよと、いうことですね。そして、唯一、今回、each という単語がですね、それぞれという意味ですよね。それぞれというのは、個別の人に対して一人一人に意識をしっかり向ける感じです。ですからこの一人一人と、一つ一つというイメージからですね、これはですね、単数扱いするというふうに決まってるんですね。each が主語に来たら単数扱いです。で、今回は動詞に has が使われているわけですから、当然ね、単数扱いのものを持ってこないといけないというわけで、唯一単数扱いできる B の each が答えになるとわかるわけです。で、今回問題では数量、数とか量を表す言葉、プラスオブプラス特定された名詞という形が出てきましたよね。しかしよく考えてみると、例えばサムで言ったらサムオブホニャララっていうこともあれば、サムホニャララみたいな形のオブがない形も当然今までありましたよね。で、その違いが何なのかということを具体例を交えながら見ていきましょう。では皆さん、ここでクイズです。今から言う4つの形で正しいものはどれか選んでみてください。1番 some students。 で、2番 some the students。 で、3番 some of students。 で、4番 some of the students です。これどれが正しくてどれが間違いでしょうか。で、これ結論から言うと、1つ目の some students、 これは OK で、2つ目の some the students、 これはダメです。で、三つ目の some of students。で、これもダメで、四つ目の some of the students。これは OK ということになります。で、この使い分けの違いというのは、この of にあると思うといいんですが、この of の意味というのはですね、実は、
範囲を示している。つまりはなんとかのうちのという意味だと思うといいんです。このオブが範囲、つまりなんとかのうちのという意味だということは、当然後ろの部分は範囲が限定されているものになりますよね。つまり限定されているということは、まあ特定されていないといけないということで、このオブの後ろにはですね、今回のようにザ、定冠詞のザがついていたり、もしくは所有格、まあマイとかですね、そういったもの、つまり限定するような言葉がつかないといけないんだというふうに思ってください。ですから3番のように範囲のオブがついているのにもかかわらず、後ろにザとか所有格がついていない今回のようなパターンというのは使うことができません。逆に限定する必要がない時というのはオブをつける必要もありませんから、1番のようにですね、オブもなければまあザとかね、所有格がついていないという形はもちろん OK なわけです。で、2番のように、ザという特定するような、限定するような言葉がついているのに、範囲を表すオブがついていないのは NG ですから、今回2番のサムダスチューデントは使うことができないんですね。まとめると、後ろに限定されていない、特定されていないような名詞を持ってきたい場合というのは、範囲を設定する必要がありませんから、オブなし。まあ、つまり、サムスチューデンツのような形にすればよくて、逆に、後ろに限定されているような名詞、特定されているような名詞を持ってきたいときっていうのは、範囲を設定しなければいけないので、必ずオブをつける。まあ、今回の4番のような、サムオブダスチューデンツのような形にするんだと思ってください。そして、それぞれ、まあ、オブがついていないパターンとついているパターンでの品詞の違いについて見ておくとですね、今回の1番サムスチューデンツでいけばですね、このサムという言葉がですね、そのままスチューデンツ、生徒という名詞にかかってますよね。ですから、こういうふうにオブが何もついていなくて純粋にそのままかかっている場合は名詞にかかっているということで形容詞として考えてください。このオブダスチューデンツ、その生徒のうちのというまあこの前置詞の塊の部分がですね、形容詞として前のサムにかかってますよね。で、形容詞が、かかっているものというのは当然名詞ですから、このサムは名詞なんですけれども、その生徒のうちの何人かの生徒ということで、これ生徒を言い換えているというふうに考えられますから、まあ正式にはですね、代名詞であるというふうに思ってください。つまり、そのままオブなしで名詞にかかっているパターンは形容詞で、オブがついているパターンは代名詞だということです。で、オブをつけるかつけないかの見極めに関しては、まあ基本的に先ほどの、説明の考え方で OK なんですが、実はですね、all と both だけはちょっと注意があるので覚えておきましょう。ここに4つの形を用意しました。1番 all of the students、 2番 both of the students、 で3番 all the students、 で4番 both the students。 これ先ほどの考えでいけばですね、1番と2番はどちらもまあ範囲を表す of があって、その後ろに the がついた名詞、つまり特定された限定された名詞がついてますから、これ OK ですよね。範囲を表すオブがあるということは、後ろに特定された名詞が来ないといけないんでした。では3番と4番はどうでしょうか。これ後ろにザがついた名詞が置かれている、つまり特定された限定された名詞が置かれているのにオブがありませんよね。先ほどまでの話であれば、こういった後ろにザがついていたり所有格がついている名詞が来た場合は必ずね、範囲を限定するオブをつけないといけませんでしたね。ただ all と both に関してはもうこれかなり例外的にですね、後ろが限定されている名詞、特定されている名詞であってもオブ、範囲を表すオブをなしで使えるというのが、実はポイントなんですね。ですから今回の3番の all the students もOK だし、4番の Both the students も OK になります。これは例外的な話ではあるんですが、非常に重要なポイントになるのでしっかり覚えておいてください。次に今回扱ってきたポイントに関してですね、実は Almost でミスをしやすいポイントが一つありますので、その Almost の落とし穴について扱っていきましょう。皆さん Almost と聞いたらどういう訳が思いつくでしょうか。皆さんの中にはですね、おそらくほとんどのという意味だとイメージした方もいると思います。で、almost がほとんどのという意味だと考えると、まあ、先ほどのようにですね、of をくっつけて、
almost of the students のような形でですね、その生徒のほとんどという意味で、この形が使えるんじゃないかと思う方もいると思います。しかし結論から言うと、この almost of という形は使うことができません。なぜなら、まず almost の品詞なんですが、これの品詞はですね、実は副詞なんですね。で、先ほども見た通りですね、ほにゃららオブという形で、範囲のオブをくっつけて使うパターンは、このオブ以下が形容詞の塊として前の代名詞にかかるということでしたよね。で、代名詞を持ってこないといけないところでですね、当然今回の almost のような副詞を持ってくることはできませんから、品詞的にまずダメということです。次に意味的な観点から見ていくと、almost というのは先ほど言ったようなほとんどのという、まあこれだと形容詞みたいになってしまうんですが、こういう意味はなくてですね、almost の本来の意味としてはですね、もうちょっとでという感じなんですね。ですから、ちょっと足りないよっていう感じのイメージを伝える語句なんです。で、このもうちょっとでというイメージが分かってないと、誤訳するパターンがあるんですね。例えば、I almost broke the window。これ皆さんどういう風な意味で取るでしょうか？これをですね、ほとんどのとか、もしくはほとんどという意味で取ると、私はほとんどその窓を割ったという風になりますよね。で、ほとんどその窓を割ったとか、ほとんどの窓を割ったとか、そういう風に訳してしまうとですね、もう窓ガラスを割ったように聞こえますよね。しかし、先ほども言った通り、almost の根本の意味、元の意味はですね、もうちょっとでなわけですから、I almost broke the window はですね、私はもうちょっとでその窓ガラスを割りそうになったという意味なんです。つまり、これは割っていないわけですね。ここからもわかる通り、almost を見つけたらですね、基本もうちょっとでというイメージで取るといいと思います。この訳を踏まえて、almost of the students をまあ、むちゃくちゃ無理やり訳すとするとですね、まあ、もうちょっとでその生徒たちみたいな感じのイメージにしか取れないんですね。ですからそういう意味的な観点でもこれは罰だということができるでしょう。以上の点を踏まえて、この almost of という形はもう絶対にダメだということは覚えておきましょう。次に、今回扱ってきたこの内容に関連してですね、each と every の違いもよく問われるので、これも押さえておきましょう。これに関しても4つ形を用意したので、どれが正しいか予想してみてください。1番、each student。2番 every student、 3番 each of the students、 4番 every of the students、 これどれが正しいでしょうか？これ結論から言うと、1番の each student、 これは OK です。で、2番の every student、 これも OK で、3番の each of the students、 これも OK で、最後の every of the students、 これだけがダメなんですね。つまりですね、 each の方はですね、直接後ろに名詞を取ることができる。つまり、形容詞としても使えるし、さらに後ろにオブプラス名詞を伴った、これ代名詞でしたよね。代名詞としても使うことができるということですよね。一方、every というのは、後ろに直接名詞を取る。つまり、形容詞としてなら使うことができるけれども、後ろにオブプラス名詞を伴った、代名詞ですよね。この使い方はできないということなんです。つまり、each は形容詞としても代名詞としても使え、every には形容詞の用法しかないよというふうに整理しておきましょう。あと、この each と every に関して注意点をいくつか言っておくと、この each も every も、それぞれの個体に、まあ、一つ一つに丁寧に目をやるような表現ですので、基本的に後ろに名詞を持ってくる、つまり形容詞として使う場合、後ろの名詞の形はどちらも単数形になるということはまず押さえましょう。さらに、この1番から3番がですね、文の主語として使われている場合は、これすべて単数扱いにします。ですから、例えば B 動詞を持ってくるんであれば、each student is ですし、every studentis ですし、each of the students に関しても、これまあ主語は each を主語として取るので、当然 is になるということなんです。この each と every の違いもややこしいのでね、これを機に押さえてしまってください。では最後に、この文全体の意味を取って終わりにしましょう。
Each of the employees has to attend the workshop ということで、その従業員それぞれが、まあ、従業員全員がということですが、従業員のそれぞれが has to attend the workshop、そのワークショップに参加しなければいけないという意味になります。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.